ブルーリフレクション対これは前に友達と一緒に飾ったことがあるのです。その子の学校で行われる七夕祭りに招待されて。ねえ、二人はどんな願い事を書いたの？私は大切な人たちとずっと一緒にいられますように。私も同じようなことを書いたわ。さすが姉妹、通じ合ってるんだね。私は知ってる。この二人には離れ離れになった時期があることを。そしてそんな苦難を乗り越え、また一緒になれたことを。だからきっと何度離れ離れになっても、この二人は。お姉ちゃん？あなたは平原日和さんだよね。あ、うん、私のよく知る日和ちゃんで間違いないよ。とりあえずみんな呼んでくる。ここらは日和さんを見てて。わかった。私は平原日和、日和でいいよ。私は星崎青、よろしくね。ところでお姉さんを探していたと聞きましたけど、平原さんは過去の記憶がありますか？記憶…言われてみると、なんで私ここにいるんだろう。何にもわからないや。でも私にはお姉ちゃんがいて、お姉ちゃんを探さなくちゃってことだけはわかるんだ。大丈夫、きっと思い出せるよ。私たちみたいに。順番に説明しよう。どこから説明すればいいんだ。来ましたね、反応が。たくさん考えてたんだね、きっと。難しいこと考えると頭痛くなっちゃうよ。シンパシーを感じる。通じ合わなくていいから。来たばっかりであんまり無理させるのは良くないよね。まずはゆっくりして、それから考えようよ。ねえ日和さん、何か食べたいものとか飲みたいものとかない？食べたいもの、カレーが食べたいな。カレーですね、任せてください。作れるの？今あるものからだって作れる。これまでだってそうしてきたし。
よーし、じゃあとびっきり美味しいのを作ろそう。何を作ろう。材料は揃ってるかな。
目的地はと。それじゃあ行こうか。何これ。私、頑張ります。よいしょっと。うておこう。Thank you.
いしょっと。はあ、準備はいい？いつでもいける。調子でね。何を作ろう。材料は足りてるかな。頑張るよ。しようかな。どれにしようかな。材料は足りてるかな。任せといて。任せ。はよー。どの材料を。君に決めた。どれを使う。君に決め。どれにしようかな。これを使うのね。どの材料を。よーし。してくれて。うんうん、気にしないで。気軽にやってこ。気軽に。あ、そうだ、心、日和さんについて教えてくれない？知り合いだったんだよね。うん、同じ ASA の仲間だったんだ。とは言ってもみんな一緒に活動しているわけじゃないから、たまに会うくらいだったかな。日和ちゃんにはミオちゃんっていうお姉さんがいて。平原ミオさんね。どう、日和さん。覚えてるような。覚え、じゃあカレーは。
か単純になんでカレーなのかなって好きな食べ物だったとか。カレー、なんだか無性に食べたく。カレーはこの音は。心トープが。日和、お姉ちゃん、どうしたの日和さん。お姉ちゃんが呼んでる気がする。ねえ、その心と、うん、今までとどういうところ。入ってみないとわからないんだ。森だったり海辺、思い出の中の景色だからね。へえ。けど気をつけなくちゃいけないよ。それでも行くよ。そこにお姉ちゃんが。それに忘れちゃい、うん、私もみんなもそうだった。頼んだぞ探索班。頼んだぞ。任せて。一緒に行こう。よし、準備ができ次第二人の心と。うん。作れそうなものは。よし。おお。うん。ひひん。うん。目的地はあった。